ナックリングしてしまう老犬と暮らす飼い主さんにとって何といっても一番の悩みというのは足の先に傷ができてしまうことではないでしょうか。もちろんそのナックリングがしなくなるという状態に改善することが理想ではありますけれども、高齢の犬にとってはですね、それがなかなか難しいというのが現実でもあります。今日はたまたま私が見つけたデバイスをクライアントさんが試してみたところですね、なかなかいいということが分かりましたので、今日はそれを紹介させていただきます。これ日本でも購入可能なものですので、もしよかったらご覧ください。こちらはトーアップデバイスと呼ばれる、オーソペッツという会社が、開発販売している、オリジナル商品なんですね。で、何が画期的かと言いますと、人で言ったら足の甲の部分にストリングがついていまして、そのストリングが膝下のサポートに、くっついているわけなんです。これによって、かかとの関節が曲げやすくなる、つまり、ナックリングがしにくい状態に、してくれるというものなんです。試してくれたのはコービーくん、12歳になる、ラブとドーベルマンと、あとは何か分かりませんけれど、中型大型犬の、ミックス犬ですね。彼は、脊髄にちょっといくつか劣化がありまして、左の後ろ足に神経障害があります。で、最近はちょっとやっぱりナックリングすることがだいぶ増えてきた状態です。飼い主さんによると、このデバイスがかなりいいらしいんですね。いつもは家の外に出て、数分ですぐに戻ってくるらしいんですけれども、これをつけていると、かなり散歩に行けると。ずいぶん歩ける距離が増えたので、筋肉をキープする上でも、またコビ君にとってもですね、自信にもつながりますし、気分転換にもなるというので、かなりいいということなんですね。で、ただ彼女が言うには、外した時のコビ君が普段よりもだいぶ悪いっておっしゃるんですね。ですので、あまりこのデバイスに頼りすぎてしまうと、結局自分で歩こうとしない、自分の筋肉やこの脳の神経回路などを使わずにいる時間があまりにも長いと、それはそれで良くないんじゃないかっていうことをおっしゃってました。例えば人で言ったら腰痛のある人がコルセットをずっとつけていたら、やっぱり自分の体幹を使って姿勢を保ったり何かをしたりということがないので、ずっとつけっぱなしっていうのは良くないじゃないですか。だから多分それと同じことかなと思っています。で、家の中にちょっと滑りやすいところが数箇所あるということなので、そういうところにいる場合はもちろんそれバイスをつけたままにしておいて、散歩に出かける時もですね、まずコンクリートの部分が多い時にはまだつけて出かけて、で車に乗せて、芝生のたくさんある、公園のようなところにまず連れて行って、でそこに着いた時に、デバイスを外して、そして自分で歩かせるというふうにしたらどうかなということをお話ししました。もしこれご覧の皆さんで今愛犬にブーツ使ってるよという方は、どんな時につけてどんな時に外しているか、ある程度このルールのようなものがもしありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。そしてこのオーソペッツの商品ですけれども、埼玉県にあるアニマルクリニック小林さんというクリニックで扱っているようです。概要欄に、こちらのホームページのリンクを貼っておきますので、ご興味ある方は見てみてください。最近コミュニティでアンケートを取らせていただいたんですけれども、返答してくださった皆様本当にありがとうございました。結果はですね、もうダントツで、老犬のケアに興味があるという方がもう6割以上でした。ですのでこれからはですね、今老犬と暮らしている皆さんに有益な情報をどんどん発信していくようにしたいと思っています。また老犬と暮らす上でのですね、体のケアに関するデジタル商品を今検討中です。でご興味ある方はですね、ホームページから、Eメールリストに登録しておいていただければ、この商品が完成した時にはですね、その Eメールの方からお知らせします。またモニターや、アンバサダープログラムみたいなものをね、もし興味があるという方はその Eメールのリストの方で
募集をしますので、よかったら今のうちに登録しておいてください。では本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。